柿の島遺跡、集落の成立を示す遺跡です。およそ9000年前の集落跡で、太平洋に注ぐ柿の島川の左岸、標高32メートルから50メートルの海岸段丘に位置しています。遺跡の中央部には地面を掘り込んだ耐久性の高い縦穴建物が作られていました。その南側には墓域があり、日常と非日常の空間が分けられています。これは長く定住することによって、そこで亡くなった人々のための空間が作られたことを意味しています。縦穴建物の床面からは扁平の石で作った漁網用の重りがまとまって出土しており、漁労が盛んであったことを示しています。また複数の墓から子どもの足形を押し付けた粘土板が出土しており、親が子どもを思う心が伝わってきます。柿の島遺跡は9000年前から3000年前まで断続的に人々が暮らしていたことが分かっており、およそ4000年前には長さ190メートル、幅120メートル、高さ2メートルのコの字型をした大規模な盛土遺構も作られています。この盛土遺構は土器、石器などの道具類の廃棄に伴う採取場と考えられています。北小金貝塚、集落施設の多様化を示す遺跡です。7000年前から5500年前の集落跡で、内浦湾に面した標高10メートルから20メートルの丘陵上に位置しています。居住域や墓域のほかに廃棄の場である複数の貝塚が作られています。貝塚には人の墓も作られていることや、鹿の頭骨を配置した儀礼の痕跡も見られることなどから、単なるゴミ捨て場ではなく、役割を終えた者の命を送る祭祀的な場所とも考えられています。また低地には湧き水が流れており、そのそばに大量の石皿やすり石が集積している水場遺構があります。石皿は裏返しにして置くなど規則性があることから、これもゴミ捨て場ではなく、使った道具に感謝の気持ちを示す場所と考えられています。貝塚からは気候変動の痕跡も読み取ることができます。縄文海進が進んだ7000年前の貝塚ではハマグリが多く、海水温が今より暖かかったことが分かります。また気温が下がり始めた5500年前の貝塚ではホタテ、カキが主体になるなど、環境と生活の変化が分かります。大船遺跡、拠点集落の出現を示す遺跡です。4500年前から4000年前の集落跡で、太平洋に面した標高30メートルから50メートルの海岸段丘に位置しています。サケマスが遡上する大船川が集落の横を流れており、背後には栗の木山と呼ばれる落葉広葉樹の森が広がるなど、食料の確保に優れた立地となっています。拠点集落とは縦穴建物、土工房、食料の貯蔵穴のほか、採取場が発達するなど集落を構成する要素が揃った集落のことを意味します。地面を深く掘り下げて床面を作るのが大船遺跡の特徴で、深さ2メートル、幅10メートルを超える大きな縦穴建物も見つかっています。また複数の縦穴建物跡が重なり合うように発掘されており、この台地が長く利用されていたことが分かります。集落に暮らす人々を支える食料として、クジラ、オットセイなどの海獣類やマグロ、タラなどの魚類のほか、炭化した栗の実がまとまって出土しています。栗はもともと北海道には自生していなかったため、本州から持ち込まれ、
人の手で育てられたものと考えられています。集落に多くの人が暮らし、それが長期間続くと、使い終えた土器や石器などの道具、あるいは食料となった動物や魚の骨などを廃棄する場所が必要になってきます。その場所が長さ80メートルの盛土遺構として残っています。ここから大量の遺物が出土していますが、廃棄のたびに土をかけ火を焚くという行為を繰り返していることなどから、祭祀場としての要素があったと考えられています。土をかけ火を焚くという行為によって、衛生的な面で集落を守るという効果もあったのかもしれません。入江貝塚、共同の祭祀場と墓地の進出を示す遺跡です。およそ3800年前の貝塚を伴う集落跡で、内浦湾に面した標高およそ20メートルの丘陵に位置しています。一時的に起きた寒冷化の跡だったため、集落の規模が縮小するなど環境に応じた変化が見られます。貝塚からは貝類よりもニシン、ヒラメ、マグロなどの魚類やイルカなどの海獣類の多いことが特徴です。また動物の骨や角を加工した釣り針や銛などの骨格器が多数出土しており、中にはイノシシの牙を加工した入れ歯のような装飾品もあります。貝塚には土工墓が多数作られており、その墓の一つから成人の手足が極端に細い骨が出土しています。これは幼い頃にポリオかキンジストロフィーなど筋萎縮症にかかった人が、家族や集落の中で介護されながら成人まで生きていたことを示しています。寒冷化によって環境が悪化した中でも、弱者をいたわる縄文社会の相互扶助の精神が見えてきます。この遺跡のもう一つの特徴は、入江式土器と呼ばれる独特の文様を持つ土器が出土していることです。木の棒による鎮線で渦巻きやカニのハサミのような幾何学文様が描かれており、そのデザイン性は近代絵画を思わせます。高砂貝塚、祭祀場と墓地の分離を示す遺跡です。およそ3000年前の貝塚を伴う共同墓地で、内浦湾に面した標高10メートルほどの丘陵に位置しています。冷涼な気候によって低地の利用が可能となったことから、入江貝塚より10メートル下の丘陵を利用しています。墓域は土工墓と廃石遺構で構成されています。土工墓では抜歯の痕跡が見られる人骨や胎児の骨を伴った妊産婦の人骨が出土しています。抜歯は北海道には見られない風習なので、本州から来た人の可能性も考えられています。また妊産婦の墓には赤い顔料のベンガラが厚く巻かれているなど、手厚く埋葬されており、母子ともどもに亡くした集落の悲しみが伝わってきます。廃石遺構からは土偶頭部や小さな盤状土偶のほか、環状土製品など祭祀に関連する遺物が出土しています。貝塚ではタマキビ、ホタテ、アサリなどの貝類、ニシン、カレイ、マグロなどの魚類のほか、六角製の盛頭や釣り針など魚籠が中心のなりわいと、死者に対する祭祀儀礼のあり方がわかる遺跡になっています。キウス宗帝墓群、祭祀場と墓地の分離を示す遺跡です。石狩低地帯に面した標高15メートルから21メートルの緩やかな丘陵の麓斜面に位置しています。およそ3200年前の
周堤墓と呼ばれる高い土手に囲まれた共同墓地が9基集まっています。周堤墓とは地面を円形の縦穴に掘り、掘った土を周囲に積み上げて土手を作り、その内側に複数の土坑墓を設けた北海道独特の墓の形態です。最大のものは外径83メートル、周堤上面から墓のある縦穴底面までの高低差は 4.7 メートルにも達しています。墓には墓標となる石柱も見られます。この周堤墓群は集落から離れた場所に作られており、低地に向かって流れる小川の岸に2基、対岸にも4基と3基が並ぶように配置されています。各周堤墓には出入り口と思われるくぼみがあり、決まった経路で周堤墓内に入っていたことが分かっています。こうした大規模な共同墓地を作り、それを維持管理していく、このことは祖先崇拝を軸とした共同体の結びつきを確認強化する機能があったと考えられ、当時の精神性の高さや社会の複雑さをよく示していると考えられます。和紙の木遺跡は共同の祭祀場と墓地の寝室に相当する遺跡で、景観や遺跡の内容把握などに課題があることから、構成資産ではなく関連資産として位置づけられています。一時的な寒冷化によって集落の縮小分散が進んだおよそ4000年前の環状列石を伴う遺跡で、内浦湾に流れる桂川のそば、標高およそ70メートルの河岸段丘に位置しています。環状列石は北海道最大の規模で、外径37メートル ×34メートル、形状は平均30センチから40センチほどの大きさの石が外側には二重に、中心には楕円形に配石されています。環状列石の周辺には縦穴墓域と呼ばれる集団墓地や土器、石器などの捨て場があり、この台地全体が祭祀に使われていた様子がわかります。環状列石が作られた台地から活火山、駒ヶ岳を眺めることができ、当時の人々の自然崇拝に対する考え方を伺うことができます。この環状列石は高速道路の整備に伴う発掘調査で発見されました。当初に計画された工法では遺跡を残すことができませんでしたが、この場所で保存したいという地元有志の熱い思いと工事関係者の努力によって、急遽トンネル工法に変更し、同じ場所に保存することができました。また掘削に際しては重機を使わず、要所は手掘りで進めるなど細心の注意が払われています。